はい、おはようございます。ゆのです。今日は毎日メイクを最近の毎日メイクを撮ろうと思います。もう最近太ってきてやばい、マジでやばい。顔のむくみパーティー、誰か助けてくれ。もう過食が止まんないんだ、わしは。まあいいや、どうでもいいね、そんな話。じゃあやっていきたいと思います。最近化粧品を買ってベースがほとんど変わったから、それを紹介しながら毎日メイクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まずは化粧下地です。化粧下地はマキアージュのドラマティックスキンセンサーベースです。めっちゃ好きですか。なんか通用量の目安みたいなので、実質 1.5 センチみたいな、何言ってか分かんないから適当です。肌全体に混じますもん。21にもなってさ、やばいよ。あの、何やばい、何言いたいか忘れた。ゆうさ、年齢を追うごとにつれて何かが低下する。何だっけ、免疫力じゃない、熱傷ね、なんだっけ。消費何、消費みたいな、何だっけ、太りにくくなること、なんていう。まあ、いや、はい。次はクリオ。ベースメイクは全部クリオなんだけど、会社員系チャンネルさんがやってたクリオ縛りメイクでめっちゃいいなと思ってちょっとね買ってみた。でもね、やっぱね、韓国のくすみはね、皮が白い、白すぎる。もうさ、こんな沖縄人がこんなの使ったらもう。ことになるよ。だからもう飲み食いかもこれぐらいしか使わない。これをパンパンパンって、でこの汚いクッションパフ、これもクリアでついてたやつ。これでこのティントで、これはね、唇に使わない。この青ひげに、青ひげ隠すために使うんだけどさ、これこうさ、締めたら この隙間から出てくるんだよね。下げ。これをポン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 。これもクリオ、キルカバーのコンシーラー。これだけね、ここ赤い、マジここ赤いから、ちょっと鼻筋、ちょっとハイライト代わりにもなる。このね、汚いニキビもね。ニキビさ、潰すからさ、跡がすごい残る。これでコンシーラー塗って、これまた次新しいやつ、よく分からんけど、これも会社員 A さんが使ってたから使ってる。ここと瞬殺します。
もうほくろとかさ、ニキビ跡とかやばいんだよ。やばくない？無理や。マジ無理や。次は眉毛ちゃんをやります。でさ、自分近いやめてよ、近いよ。筆も買っちゃった。じゃーん、これ、ね、僕のこのブス面をマシ面にしてくれます。眉毛、使ってるやつも他からも変わらんな、もなんも変わらん。ここらは正直さ、こっちよりさこの付属の方が使いやすいんだよね。結局こっちにする。こんな感じで、ジュジュっぽく、こんな感じ。ユリミンカップルのミンギュのマネ。ユリニャがユリニャが他の男の人と、あ、似てない、無理。僕はユリニャに浮気されました。ずっとずっとそばそばにいて、なんか歌うことも好きだからさ、歌ってみた動画とか出したいけどさ、なんかそういう機材とかも持ってないしさ、やりたいけどね、まだ手出せないんだよな。歌ってみたってさ、叩かれるイメージある。ない、なんか下手くそが歌うなみたいなさ、オタクの人というか、なんとか様のあの名曲を歌いやがってこのクソタレみたいなさ、思われそう。何々様のあの名曲を慣れ慣れしく歌いやがってみたいなさ、言われそう。やっぱマギ、これあのヘビーローテーヘビーローテーションね。こちらも新しく購入いたしました。キラキラキラ、マジクリオ、いいかもね。覚えときな、この名とここに書いて。最近再生回数が伸びないんだよね。あのハロウィンメイクの時からもう、まあ、確かに面白くはない。こうやって周りを塗りかけたらちょっとこういうやつでこの塗りを塗っちゃう。で、ここをぼやかすのね。でね、今ここ周り塗って、ここ目尻塗って、今これをアイラインとして引く。この細い筆で見てて。いや、変わらない。もう一回見てて。なんか変わった？ちょっとだけ変わった？こっちもやりますよ。わからんか？わかる？わからんか？こんな目、なんて言うんだろう、目尻下？目尻下に私ちょっと釣り目気味だから、ちょっとタレポン、
ちょっと垂れさせるイメージでちょっとペッてやる。ドーナツカステラ柿の種マーベラス。好きな K-POP アイドルの人がやってたんだけど、ここに弾いてるわけよ。この部分ここ弾くだけで弾いてる弾いてないさね。こっちの方がさちょっと目力あるように見えん。これでこのピンクで今ここに茶色、ここに茶色引いて、ここの間何もないわけよ。このピンクを ピンク全体の何も好きじゃないんだけど、この際したらほんのりピンクでちょっとこう怖いって感じで気がするからやってる。こう目の奥から血色チュワみたいな。寒い、なんか寒い時とかさ、まあいいや。次、さっき使ったこの眉毛に使ったこれ、こうやって涙袋をこう描いていくよーと思っている。このさっき使ったこの部分を涙袋にちょろちょろんとする。さりげないチョロミ。さっきもさ、これ撮る前もこれ撮り直しだけど、これ2回目なんだけど、さっき撮ったんだよね。でもあまりにもブスすぎてさ、撮り直したんだけどさ、いや変わらない。ブスは所詮ブス。アイライナーで目くじろ。はい、次このなんつったっけ、この名前ニベアニメじゃない、ビセでちょっと、もう隣の人にさクレーム言われる、そこで怖い。でも僕静かに暮らすことができない。常に踊ってるか歌ってるかどっちか、それか踊りながら歌ってるか。次このどでかいクソ顔面をこのブラシで削り落としていくんだけれども、それに使うのがこのケイトちゃんのですね。だがしかし、じゃん、もうありません。誰か僕にこれを買ってください。顔がでかすぎて追いつかないです。これをやっぱりやりすぎた。で、これ多分これ絶対ねアイシャドウなわけよ。でもこのアイシャドウを僕はハイライトに使ってる。この鼻の先っぽにちょんで、自分の鼻はここがへっこんでるから高く見せるためにこれもちょんちょんちょん、で塗ったら、いくら、このこれもクリオなんだけどさ、こういうタイプさ全部さこの隙間から出てくるわけよ。これ対処法教えてほしい。このさ、だってさ、これもさ、隙間から出てくるの、この座線もさ、なんで？めっちゃうざいんだけど、ごめん、うざいとかじゃなくて、めっちゃ嫌なんだけど。で、これめっちゃ血色いいからさ、
これ下に塗るだけ。この家やばい。階段を出る音も聞こえるんだよ。人が階段を出てる音も聞こえるんだよ。そういうことは私がいつも歌ってる声も聞こえるってことじゃない。こっちでも聞こえたらあっちでも聞こえるよね。この動画の声も聞こえてるんだよね。独り言って思われてる。独り言です。じゃあできたからこの頭を変えます。はい、できました。はい、というわけで完成しました。これが私の最近の毎日メイクでございます。いかがでしたでしょうか。結構変わった。あのベースメイクが結構変わったなって思って、それぐらい。あとはアイリーン、だったらね、他にもなんかこういうメイクしてほしいとか、なんかリクエストあったらください。お待ちしております。それでは最後までご視聴ありがとうございました。この動画良かったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。インスタの方もお待ちしておりますので、じゃんじゃん来てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。